今日夜、神戸市東灘区のマンションで火事があり、火元の部屋の住人を含む3人がけがをしました。今日午後6時ごろ、神戸市東灘区住吉山手にあるマンションで煙が出ていると住人から消防に通報がありました。消防によりますと、消防車21台が駆けつけ、火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、2階建てマンションの2階の一室が全焼したということです。またこの火事で、火元の部屋に住む50代の女性と、消火活動に当たっていた70代と30代の男性が喉をやけどしたということです。警察と消防が火事の詳しい原因を調べています。